やっはっはっなあ、うわ、にしし、いいさ、はいさ、ポみんな、ウォーターセブンに行こう。え、おやじ、あいつらも来やがったか。おい、小僧。あ、おめえらウォーターセブンに行くのか。船はあんのか。あ、そういや、船ねえようだな。俺たちの船を一隻貸してやる。そいつを使え。いいのか。ああ、おめえは俺の大事な息子、エースの弟だ。ありがとう、助かるわ。おい、船の面倒を見てやれ。わかりやした。じゃあな、お前とは生きてりゃまた会うこともあんだろう。ああ行くぞ、白ひげ海賊団、モビーディック号に帰還する。おう、生きていればまた会うこともあるか。現実を知ってるとちょっと複雑な気分ね。みんな、あれ、白いやつ。また消えちまった。いや、あそこだ。また消えちまった。一体何なんだ。よほほほほ、今度はあそこです。アラバスタでは私たちをワフルドの記憶が刻まれたキューブのもとに導いた。今度はどこに導こうとしてるのかしら。一味は謎の少女を追って司法の塔の保管庫前までやってきた。ここは、見て、キューブよ。ここでもまた触れてみるわ。何が分かった、ロビンちゃん。これはやっぱりワフルドの過去についてね。神の息吹と天行の塔のこと触れられているわ。
神の息吹とはこの世界のあらゆる情報を収集し記憶する装置であることが分かった。神の息吹は天行の塔と一対にして初めてその能力を最大化する。そして神の息吹が集めた情報は天行の塔内部の大昔クキューブに送られキューブ化される。キューブってのはもともと情報を保存するためのものだったのか。私はそのことを解明するとともに神の息吹は自らの意志を持ってそれを行っていることを突き止めた。私？私は神の息吹の意志と交信し天候の制御に成功した。だがいつしか神の息吹に依存しない天候制御の術を得ねばならない。このキューブで分かったことはここまで。この感じまるで誰かの日誌のようね。おそらくリタスエルテの日誌ね。リタスエルテ？私の祖先、神の息吹との交流を果たし空の巫女と呼ばれるようになった研究者よ。リタスエルテはそのキューブにあった通り神の息吹の意志と交流することで古代のワフルドの民を苦しめていた皇天の制御に成功した。天候制御装置を操って天気を制御していた。ここで触れられている大昔クキューブとは天行の塔の中心部にある大型のキューブよ。神の息吹が集めた情報をキューブ化する古代の遺物。メモリアキューブは大昔クキューブから生まれるの。キューブの大元ってことか。そうね。でもこれを私たちに見せてどうしたいのかしら。あのリムみたいな子、古代のワフルドの情報、神の息吹、大昔クキューブ、そしてリタスエルテ。私たちがこのメモリアに閉じ込められたこととこれらのことが関連している。そう考えるのが自然ね。まさかそれがどうつながるんだ。わからないわ。この先に進めばもっと情報が得られるのか。そもそもこの世界からの脱出にこれらの情報が必要なのかさえまだ不明よ。今はとにかく前に進むしかないわね。ええ、よし、じゃあ行くか。ウォーターセブン。麦わらさんたち、ウォーターセブンに行くのかい。お前らまだいたのか。麦わらさんたちを船に乗せろって親父に頼まれちまったからな。いやー、それはありがたい。ルフィさん、ウォーターセブンまで乗せていただきますか。よし、頼む。じゃあ俺たちの船に乗ってくれ。本当に、はあ、でも何？どういうこと？
着いたな。確かここだったよな、メモリアキューブがあった場所は。やっぱりないわね。じゃあ黒いキューブを探しに行くか。だけどどこを探せばいいんでしょう。アラバスタでは異変の中心であるクロコダイルがキューブを持っていたわ。ここも同じであるなら、起こっている異変の中心に誰かがいて、そいつがキューブを持っている可能性が高い。ここで起きている異変といえば、アイスバーグが拘束されてるってことだ。政府の役人がアイスバーグの拘束を告げた。この島で政府が絡んでくるとなると CP9 ね。でも CP9 がキューブを手に入れてどうするのかしら。クロコダイルはアラバスタを支配していたけど、奴らの望みは古代兵器の設計図を手に入れることだ。ということは設計図を手に入れた。いや、それはありえねえ。ありえねえが、ありえないことも起こる。ここは壊れた記憶の世界よ。急いだ方がいいわね。望みのものを手に入れて、彼らがここに留まっている理由はないわ。だから無理だって言ってるじゃない。トタンか、あたしアイスバーグ社長を助けに行くんじゃ。助けに行こうっても列車も船もねえ。第一どこに向かうつもりだよ。ばあさん。誰がばあさんじゃ。ばあさんじゃった。落ち着けばあさん。誰がばあさんじゃ。あんたじゃねえかい。あ、兄貴無事だったのかよ。って本当に兄貴だよな。なんか違う気が。何言ってやがる。こんなスーパーな姿は俺以外ありえねえだろ。そうね、そんな変態チックなのフランキーさんだけね。読めるなよ。さすが兄貴。スーパー。話が進まねえ。カオスだな。兄貴、とにかく大変なんだ。町は政府の黒服の奴らに占拠されて、アイスバーグさんも抵抗したみんなも捕まっちまった。話は聞いてる。アイスバーグのこともな。ここで話してるのも安全じゃねえ。兄貴も後ろの皆さんもとりあえずアジトまで来てくれ。
上層に来るのにあんな道があるなんてね。表を歩けねえ連中が町に入るときに使う秘密の地下通路だ。秘密の地下通路なんて言ってただの下水道だったじゃない。まだ鼻が変だぞ。悪いな、ヤガラも連中に押収されて今は上層と下層の行き来も簡単にはできねえんだ。ここは？ここはレンジとタンスのアジトだ。レジスタンスね。この酒場には政府の連中からこの町を取り戻そうと考える連中が集まってるのじゃが。マダム、今の状況を詳しく聞かせてくれ。誰がパーさん？マダム？何でも話しますぞ、グルマユさん。サンジだ。世界政府への反乱の意思ありと一方的に罪状を押し付けられ、ウォーターセブンの町全体が政府の役人に占拠されたこと、ガレーラカンパニーの船大工をはじめ解体屋から居合わせた海賊まで一網打尽にされ、ドックに監禁されていることなどが語られた。とんでもねえことになってやがるな。どうすんだよ、政府の黒服たちが町中にいるなら迂闊に動けないぜ。あいつらの頭は市長邸か？なら切り込むか。相手が CP9 だとすれば人質に容赦はないと思う。アイスバーグさんもどこに捕まってるかわからない。確かに迂闊には動けないわね。市長邸を守ってる役人どもの気をそらすことができりゃ乗り込めるんだがな。ガレーラの一番ドックにみんないるのよね。うまくみんなを解放できれば CP9 の気をそらすことができるかも。もしくはここに来るときに使った抜け道のようにこっそり市長邸に抜ける道があればいいのですがね。Thank you.
ねえ。うん。どうするか。ねえ。そうか。うん。任せろ。そんなことは。ええよ。